こんにちは、 CSBA の中島志郎です。今日は卒業生の山村光弘さんにインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山村さんは、山村さんっていうのもちょっとかしこまっちゃうんで、三津は卒業してからバンクーバーでレストランを経営されてるんです、ね、そんな方いらっしゃらないんで、ちょっと今日はじっくりお話を伺いたいと思いました。2009年のスノーボードアスリートプログラムで来た山村光弘です。今はバンクーバーで山カフェというカフェを開いています。とりあえず今現在の、レストランのちょっと紹介をしていただけますか。今はカフェとしてコーヒーだったりちょっとしたスナック、日本の食材を使った焼き菓子だったり、あとは日本にちなんだ食事、はいはい、食事で今はツナと魚と肉と野菜っていう形で1種類ずつ丼だけ。なんか前はグルテンフリーとかそういった、はい、これ全部グルテンフリーになってます、はい、お店の特徴っていうのは健康で、あとはもうもっと日本にフォーカスして、ここに来たら日本だなみたいな感じの場所を作りたい。お客さんもそういうリピーターの人も、そうです。ここに来るまで、はい、どういう道のりでこう移民になったりとか。もう最初に移民取りたいって、カナダに残りたいって、シロさんに相談させてもらって、そしたら、ミナコさんに相談してもらって、はいはい、で、ミナコさんにお願いしたレストランで、移民取れるまで3年ちょっと働かせてもらって、はいはい、それからいろんなお店に働きに、何軒か働きに。何軒か、そうですね、4、5軒ぐらいですね。バンクーバー。バンクーバーですね。それはもう大体日本食、日本食だったり、あとはこっちの現地のイタリアンのレストランだったりとか、チャイニーズのレストランだったりとか、少し見させてもらいました。ミツはもともと日本で調理師学校の先生を先生だったんですね。そうですね。でこっちにはスノーボードのプログラムに入ってきたんだよね。はい、不思議で、もうその働いてた時に趣味でもスノーボードずっとやってて、毎年毎年、あ、日本で、日本で、でも好きで好きで、ちょっと海外もいいかな、ちょっと他の目線を見たいな。最初から海外に住もうって思ってるの？思ってなかったです。思ってなかった。全然思ってなかったです。とりあえず来たのはちょっとこう、スノーボードしたい、スノーボード一回休憩して、休憩して、うん、仕事休憩してって言ったの。思って見てみたら、こう、なんか住めるんじゃないかとか、住んでみようかなっていう気持ちになったんです。そうです。あ、こっちの環境、子供に対する環境だったりとか、日本と全然違う環境があるんで、こっちで子育てしたい。あ、やっぱりね、僕もそう思った。その海外で働くっていうことと、それからお店をやって経営していくってことはどっちもいいんだけど、はい、大変なことって、いろんなところが。やっぱ人ですかね。やっぱ何をするにも人との関わりが必要なんで、うん、あとその人との関わりの中で大事なこと、やっぱ自分自身をしっかり持ってないとダメだなって。まあ、これは日本でやっててもこっちでやってても、どこで何やってても変わらないと思うんですよ。自分自身の中に芯がないと通用していかないな。なんかブレちゃったり大変な時って必ずあるから。あります。持ってないと、はい、すごい、すごい、よかった。でも嬉しいです、こうやって頑張って、はい、これから。前なんかレストランやりたいって言ってたじゃん。はい、その辺はなんかまだ夢とかな。そうですね、レストランやったりとか、あとはこっちでは民宿やってみたいな。旅館、あ、日本の旅館が作れたら最高だなって、あ、最近思って。あの 山の方とか、そういう山の方だったりとか、もうちょっと自然のバンクーバーから離れた場所。あ、昔からやりたかった？いや、それは昔からは思ってなかったです。こっち来ていろいろこういうカフェやったりとか、レストランみたいなことやったりしてて、最近思ってきた。もう日本をもうちょっともっと知ってもらいたいです。あ、海外の人、これから海外に出ようとしている人たちに何かこうアドバイスとかって。やはりそうですね、海外に出る
日本にいても海外に行くって言っても自分の目標をしっかり持ってやりたいことを明確にしてる人の方が確実になりたい方向になっていけるなって、それを明確にできてないとやっぱぼやけてると全然そっちの方向に進んでいかないなっていう、今経験してはっきり思ってることです。せっかく海外に行くチャンスがあるとか行けるなら自分のやりたいことを明確にしてもっとそっちに集中してやってってほしい。やっぱりお客さんとのやり取りですね、やっぱすぐ反応が返ってくる、コミュニケーションだったり自分たちのやってるものに対してすぐお客さんの声が返ってきて、それが喜びだったり楽しみだったり、そうか、そうですね、そういうレストランをでも開きたかったんだからね。そうですね、こだわりこういうのはしたくないとかこういうのはしたいとか、MSG は使いたくない、化学調味料を使わず自然のものだけで作ってるお店です。さっきあの食べたあれすごい美味しい、あれはもち粉で作ったマフィンです。あれ人気じゃない、あれがみんな目当てで結構来てくるんです、お菓子を買いに来る人も。あ、本当。今は昼間と夜もやってる、夜やってないです基本は、昼間だけ、昼間だけ、夜もやったら多分それなりはできるんですけど、子供たちの生活がなくなっちゃう、一緒に家族で、そうです、だからカツカツの中でもギリギリのラインで家族との生活も取れるようにっていう風に今はランチだけです。ああ、いい。住所はヘイスティングスストリートの2007番でやられてるんで、はい、ノースアメリカバンクーバーにいらっしゃった方はぜひ一度立ち寄ってみてください。